君も大好き、僕も大好き、ミステリーちゃん。あーちぃ、暑いですね。暑いです。暑いです。はいはい、38度いったらしいです。はい、はい、というわけで、猛暑の中、お送りします。まあ、ここの中はエアコンつけてるんですけど、ね、そうですね、エアコンつけてる中ですけどね。はい、国大ミステリー書評番組、はい、ミステリーちゃん2023年8月号のその1でございます。書評家の若林修美です。杉江松恋でございます。とはい、あ、もうちょっと動けないぐらい、ちょっとだるくて、もうだるくてダメ。僕ね、あの午前中あれなんですよ、うん、大田区の文化の森ホールっていうとこで、うん、琵琶と講談の会があったね、うん、琵琶と講談のセッションで耳なし一を演奏するっていうのがあって行ったんですよ、うん、あ、いいですね、涼み。でさ、蒲田の駅前の、うん、秋田だと思ってたの、うん、まあ、ご存知の方分かると思うけど、蒲田は、ね、駅前にあるんですよ、でっかいホールが、うん、で今日気がするのがこれ違うぞと思って、うん、謎の場所でした。文化の森ホール、どんな駅からも10分以上離れてこの中、この天候の中、この中10分歩くだけでも大変だよこれ。それがね、昨日、うん、なんとですね、2時間、うん、2時間ないな、2キロ歩きましたよ、うん、この暑さ。どこ歩いたんすか。ママダ。ママダ。ママダ。何をしに行ったんすか。それは、うん、まあ、これ話し出すと長くなるんですけど、いいですか。いいですよ、まあ、いつものことだから。先週ね、はい、先週 の, この、まあ、ちょうどこの1週間ぐらい前ですよ、はいはい、宇都宮に行ったわけだ。ああ、なんか書いてましたね、はい、行ったんですよ、はい、宇都宮ね、知らない間に古本屋が、うん、できてたのまた、いろいろ撤退したんだけど、はいはいはい、実店舗はなくなったんだけど、まあ、新しい、うん、書店がね、うんうん、できてたんですよ、うんうんうん、アナログブックスさんとか、うんうん、指のブックスさんとかできてね、うんうん、で、たまたまさ、うんうん、うちに、東武古書市から、うん、目録が送ってくるんですね、うん、ほうほう、たま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 、たまたま、なぜか送られてくるんですよなぜ宇都宮の東武百貨店で買われるやつがねで、たまたまそれに申し込みをしてたからああ、そう、たまたま、で、たまたま、うん、結果を見に行こうかなまあちょっと電車乗って宇都宮までその結果を見に行くついでに、まあ、新しくできた古本屋に行ってみようかな。どう考えてもたまたまでこう行動じゃないよねそれ。まあ電話してみればいいんですけどね。そうだよ。そしたら外れてたんですけどねまあそれでも知らない古本屋に3軒ニューエーブルに当たりましてですね、まあ、それよかったです、うん、で帰ってきた、うん、で帰りながら、待てよ、宇都宮に新しい古本屋ができてるということは、さらに新しい古本屋ができてるのではあるまいかと思って、うん、まあ、準備したのは埼玉県の地図ですね。うん、なんだ、え、埼玉県の地図。なんで、まあ、準備するじゃないですか。わかんないわかんない。なんで準備するのか。全市町村の名前を書いてある地図を準備して、うん、南側から順番に、うん、Google マップに、うん、乃木町、大田原市古本。マジで鬼面警部とか浦上信介みたいなことになってるね順番でね、順番にプロットしていくと、大原の知らない古本屋がね、なんと宇都宮線というか、うん、上野新宿、上野新宿ライン、うん、上野なんだ東京ラインで行く、うん、路線上にですね、うん、3軒できてたんですよ。ほうほうほう、3軒、うん、知らないところがね、うん、でもっと言うと、もっと北にはあったの、うん、例えば、君がほら途中で逃げた逃げたんじゃないよ仙台行った時にさ、途中で何もないねって言ってた黒井さん。ああ、失礼なことを言いました、はい、全然黒井さん。あそこ実はフックブックスってのはできてたんですけど、はいはいはい、フックブックスさんはね、ちょっとやめちゃってたんですよ、はいはい、あ、なくなったと思ったら、うんうん、その下の矢板市にですね、うん、矢板市の山の中に、うん、駅から8キロ歩かないといけないところになぜか古本屋ができてて、うん、ここはさすがに行けないな、うん、なぜかというと Google マップで見ても、うん、公共路線が出てこないんですよ、うん、つまり車でないといけないよね。なるほどね。であと、ね、うん、日光市の霧降高原というのがあるんですけど、うん、その霧降高原にね、うん、霧降書房ってできてたんですよ、うん、これも、まあ、これはバスで行って、うん、バスから停留所から2キロぐらい行けばいいと
作るんだけど、うん、光景もまあこれ背景があったら行こうかと、うんうん、ただまあちょっとそこに行くと1時間くらいになるから、うん、とりあえず、うん、那須烏山市の納屋ブックスに行ってみようあです、ね、僕はそれは僕も知ってます。知ってます。写真だけ見たことあるという、ね、はいはい、この間あの本の雑誌からなんか本屋になるだったかな、うん、というそのいろんな本屋さんから出てる本が出て、うんうん、その中にも取り上げ参加されてて、ね、うん、なんでやられたかっていうのを話してるんですけど、うん、僕この納屋ブックスも、うん、なんか大自然の中にポツンとあるように見えて、うんうんうん、これも歩かないといけないんじゃないって思ってたんですよ、うんうんうん、そしたらさ、うん、住所をまた Google マップに入れて、うんうん、調べてみたらなんとですね、うん、烏山線の大金駅から20分歩けば着くことが分かったのさ、うん、20分も結構あると思うけどさまあ20分歩けば着くことは、まあ、13分から18分の間ぐらいかな。あ、まあ徒歩で行けんことはない、まあ、行けないことで見たら平らなんですよ、うんうん、なので朝一応何時かな、7時ぐらいに出て、うん、向こうに11時ぐらいに着いてですね、この烏山線っていうのは1日に2時間おきにしかいない、ね、うん、電車がね。だから本当は10時から空いてるって。これもあのその店主の方が自分の他に仕事されていて、その仕事の休みの日にやってるから月に5日ぐらいしか空いてないんですよ、うんうんうん、なので今日逃すともうまた行けないかなと思って行ったんですよ、うん、でじゃあ8時半向こうに11時ぐらいですよ、うん、で歩いて行ってですね、うん、そしたらありましたよ。よかった、ありました。どんな感じでした？あのね、ご実家の納屋だったんだって。あ、だから納屋なるほど。そう、農機具とか入れるとこだったって、もともとは。へえ、あ、農機具とか入れてたんですか。そうなんですよ。だからここね、電気通ってないんです。うーん、でエアコンないんだから。おエアコンないんだなるほど。だから窓開けて、うん、あの風を入れながらやってて、うん、冬もだからストーブを入れてやってる感じで、うん、で電気もつかないわけさ、うんうんうん、で照明とかもキャンプ用の照明とかならつくんだけど、うんうん、だから昼間しかやってない、うん、で、あんなとこ、あんなとこ行ったら失礼だけど人通りがないから、うん、夜になってると人本当徒歩で通んないからさ、うんうんうん、で行ってですね、うん、帰りましたよ。おで、まあ、帰りまた歩いてまた駅まで、まあ、戻って駅で、うんうん、1時間半ぐらい待とうと思ってさ、うんうん、そしたら親切の人でさ、ナイバックスの人、じゃあ車でどこか送りましょうっつって、ね、送ってください。親切、ありがとうございました。その説は待たずに済んでね、ありがとうございました。これで立花駅までもっと本数があるところまで戻ってきて、うんうんうん、そこから小山市の、うん、小山のですね、うん、小山市ってわかるよね、うん、小山遊園地で、うん、もうないから、ね、小山遊園地、ね、それもないんだよ。ないんだ、ね、今スパランドになってるの。はい、そうなんですよ。それでそこにブックショップ塚原というですね、お店がありまして、そこに行きました。ホーム駅からエッチラをこちら歩いてですね、8分ぐらいかな。まあまあ大した距離じゃないですかね、うん、まあ、そこもいい古本屋ですよ、うん、あの図録とかね、あの写真集とか美術書が結構いっぱいあって、あとなぜか片岡芳雄が大好き、店主が片岡芳雄の赤瀬の角川文庫ずらあったりします。なかなか趣味のいいと、そこまでがね、ああ今日はそんなに歩かなくて済んだなと思ったところなんですけど、次が大変だった。古本屋随角堂といってですね、これがままだにあるんですよ。これが遠いんだ。どういう Google マップでさ見たらさ、バス路線あったの。あるじゃん、思ったら、8時と17時しかないぞっていう。ああ、なるほど、本数がない。そういうバス、そういうとこなのね、うん、で歩きました、うん、結局ね、もう歩くしかないとこ途中で分かって。どれぐらい時間かかったんですか、歩いて。30分ぐらい。昨日も36度ぐらいありましたから、もう心を無にして歩きました。ああいう時にはどうやって歩くかっていうね、手をこうやって出すでしょ、うんうん、でこの手をね、1、2、1歩ずつ数えながら1個ずつ折っていくんですよ。100、200って数えていって、1000までいったら、うん、ただパッて開いて、また1個ずつ1、
何の訓練をやったの？八甲田山市の方向でさ、兵隊がさ、もうあの足で測りながらさ、31、32って言いながら歩いて、最後発狂してバタンと倒れて死んじゃう。あれと同じ。市の行進みたいなので歩いて。そこで、石原慎太郎のですね、うんうん、角川文庫発見しました。角川文庫ないよね、あの黒い背のやつね、うんうんうん、太陽の季節とか昔出てたやつ、うん、それで、うん、あのもう宇都宮のから南側の栃木県には、うんうん、もう僕の知らない古本屋はないですね。もうじゃあ大丈夫じゃないですか、もうあのコンプリート参上だからまたできるんですよ。どうですか、すごいよくわかんないんだけど。いやいやできるって何。昔ね、すずめの宮にすずめ書房っていうのがあったんですよ。で、それはなくなっちゃった、うん、なくなっちゃったけど、ああなくなったなと思って、うん、あのスズメ書房に行った時ね、入れてくんなかった、うんうん、なんか整理があるでしょ、うんうん、で、その時、あこれ、いけなかったと思ったんですけど、うんうん、多分、そのスズメ書房の御霊みたいなのが残っててですね、御霊僕が入れなかったということを、こう、あの残念様みたいになってて、このスズメ処方文みたいなのがまずできるね、ああきっと僕の勘だみたいな。大丈夫かな、これガイドラインに引っかかないかな。大丈夫だと思うけど。やばい、あの、そういうやばい番組じゃないですよ、これ。うん、いやいや、だからね、このものすごく有意義な一日だとするのも扱ったやつ。栃木はだからもうあれだな、うん、今年中ぐらいに、うん、なんとか全部回れるな。栃木の古本屋、全栃木は行けるな。もう、まあそしたらじゃあコンプリートじゃないですか。そうするとまたポン。わかんない、ポン。それがわかんない。来週ね、今度群馬行くんですよ。前橋に。前橋。暑いよ、前橋ね。知ってる。多分昨日の小山とかママダの日ではないぐらい暑いんだと思うんですよ。そうだよ、毎回ニュースでね、最高気温出ましたって言ってたとこじゃないですか。そうです、前行った時は駅で自転車を借りてレンタサイクルに行きました。前橋はレンタサイクルの街って言われてるんですよね。自転車の街って言ってるんですよ。あさって、前橋、明日あさって、うん、その次はどこだったかな。僕はまた行くけど、こうやってあのこうこんなに景気を循環する景気を循環する、そんななんかあのまあね、あの古本なね、あの各地方の古本を営んでる人たちはありがたいなと思うけど、うん、そんなになんか多分あのね、景気刺激にはそこまではなってないと思う。そうですね、うん、まあ、静岡にさ、うん、まあ、いつも行ってたじゃないですか。私はまだ行ってないんですよ。行かないなんていけないなと思ってたら、うん、あの静岡で一人を争う水曜書房と阿部の書店が暑くて今休んでるらしくて、うんうん、あだからこう行く気にならなかったなと思って安倍の古書店がきっと開いた時に、うん、あこう行かなくちゃいけないなって気持ちになって、なんかすごい古本屋限定のニュータイプみたいなやつだよ。ピンって、あ今休んでるから、そう安倍の古書店が呼んでる呼んでますって言って、あの多分安倍の古書店に行く。安倍の古書店が再開した時また僕は東海道線であそこまで行くと思うわ。新しい時代を築けなさそうなニュータイプだな。本当あのね、片浜の書士ハニカム堂も今休んでるし、みんな夏休みなんだよ。夏休みで、あのほら、青春18切符で行こうと思ってたら、うん、夏休みで彼らが休んでるから、うん、ちょうどこう、僕は行かない時に休んでる。うん、多分9月に入ったら、また、あの書士ハニカム堂とか開いたら、うん、そこに来て、うん、あ、今、開いた。開いた、呼んでるって。うん、それで行く。あのこの間山梨に行ってさ、あの山梨にそれも浪曲で聞きに行ったんですけど、したらね、あのそれはね、あのなんだっけ、円山じゃなくてあの辺でやったんですよ、うん、で、まあご存知だと思いますけど、山梨の方をあの風雪堂までね、甲府の風雪堂まで古本屋ってないんだわ
中央線って。そうなんだ。うん、た高尾で風呂屋がなくなったから、うん、今八王子から空白地帯があって、うんうん、あの甲府の風雪堂かもしくは山梨市の古本小屋までないんですよ、うんうん、これ長いね、100キロ以上の空白地帯があるわけ、うんうん、俺もうないからなと思ってたらさ、うん、一応ね、うん、一応ね、うん、古本って言ってて、うん、こう駅でこう調べてくるじゃないですか、うんうん、そしたらさ大月から一駅行ったところに、書店なんだけど、うん、なぜか古本も売ってるっていう店があって、あ、新刊と古書も置いてるって感じね。あね、うん、そう思っていったら、うん、どうやら、うん、あれはね、よくわかんない営業形態になってるんだな、うん、あの主たる商品は、うん、よくわからない野菜とか売ってたから、ああ、雑貨屋みたいになってるってこと、なんかいろいろもうだから全部の面積は全部使い切れてなくて、なんか公文学研の教室に使ったりとか任ししたりしたりですね、そういう地方のもうなんか化石化しつつある書店みたいなところがちょうどあって、そこがあの古本屋じゃないんだよそれ、ブックスなんとかって名前なんだけど、古本もあるよ、うち古本も置いてるよって支えたって声が来たんだね、そう、あ、なんか言ってるあなたのの頭精神に今直接語りかけていますもうや新刊書店に見えますよ、あ、どんどんやばい話だったらここでやってくれるうちは実は古本もありますってそういうところだったんです、ほんと面白いんですよ、ね、あの図書館の書籍本とかも売ってるんですよ、大学図書館の書籍本とかもあって、謎だから僕が行くとそういう、うん、新刊書店のところが、うん、うちは実は古本もやってますよねみたいな、こういうもんですかってやつ感じで出てくるんじゃないかなと、はい、はい、再来週は大阪にも行きますね、もうあちこち行ってんじゃないですか、大丈夫ですか本業、うん、大丈夫大丈夫です大丈夫ですよ、誰に言うなずいて大丈夫です、はい、わかりました、本題に入ろう、本題に入ろう、本題に入ろう、はい、まあ、これあの古本をあの古本に対応したあのなんだニュータイプの話ではございません、はい、そういうのかでございません、国内ミステリーのね、はい、新刊を紹介する番組でございます、はい、今回は、2023年、ね、7月刊行の、はい、新刊ですね、でございます、はい、じゃあちょっとまず杉さんから一冊お願いします、はい、僕の一冊目はですね、これ、はい、あの、新鋭作ハンティングで取り上げたんですけど、うんうん、柳川はじめさんの三人書房ですね、うん、はい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 、見せていい、そう、三人書房ね、うん、あの何人トリオだし、ミスターオクレとか、はい、ありましたね、それを連想しましたけど、考えてみたら全然同じじゃないね、かすりもしないと思うよこれ三人いるだけだね、何人トリオと三人書房、三人いるよっていうだけです、これね、江戸川乱歩がやってた、うんうん、本郷団子坂に開いていた、うん、古本屋の名前なんですね、うんうん、古本小説、はいはい、今まで話したことは全部、まあ、ちゃんと関係が、はい、まあ、ないけど、まさかだって江戸川乱歩はあの平井壮太、弟の平井壮太なんかと、うん、3人で古本屋をね、やってたんですね、うん、それで、まあ、2年間だけなんですけど、うん、伊勢かな、どっか、あのからあの東京にやってきて、うん、でまた大阪の方に行って、大阪でまた新聞記者になっちゃうんですけど、うん、それまでの間、ごくわずかの間、2年間だけ兄弟でやっていたことがあり、うんうん、その史実に基づく三人書房の物語でございます。で、これ面白いのはですね、あの三人の、兄弟のうち、うん、弟、2人の弟が最初は語り手になるんじゃなくて、うん、彼、乱歩のですね、伊勢時代のかな、鳥羽造船所時代の同僚の井上勝樹さんというね、うん、やっぱりこの人の探偵小説マニアの人だったんですけど、いたっていうのは本当にあの探偵小説40年に出てくるんですが、うん、その人が視点人物になって、うん、三人書房にその彼は2階に居候しているんですけど、うん、そこで起きたというか、そこで、発見したある、うん、謎についての物語、うんうんうん、どんなことかというと、松井須磨子ってね、大女優ですね、はい、松井須磨子は、下村宝月のと、まあ、駆け落ち同然であの人一緒になりまして同棲したんですけど、宝月が亡くなってしまう、それでですね、まあ、あとあの
ような形で、まあ、松井スマ子も自殺をしてしまうんですけど、どうもその松井スマ子が、書いたらしい遺書のような手紙がですね、三人書房が買い取りをした古本から出てきたと、でどうやらそれは多分松井スマ子だと思われるんだけども、書いてある内容がちょっと謎めいたことが書いて、まあ、暗号というわけじゃないんですけど、ちょっと意図が読み取れないようなことが書いてあって、この手紙を解読すると、松井スマ子の自殺の新たな側面が見えてくるんじゃないかということで、平井太郎をはじめとする3人がですね、謎解きに当たるというお話でございまして、謎そのものは、まあ、軽めの謎というか、そんなにガチとした謎ではないんですが、語りが面白いんですよね。なぜそういうふうな松井スマ子の手紙という題材を扱っているのかということから、始まり、最後、ああなるほどそういうことがだったのかという結末に持っていくまでの短編としての展開が非常に面白い。で、まあ、これはあの第18回のミステリーズ新人賞を受賞した作品なんですけど、それからですね連作を作っていってるんですね、で一番ね僕が面白いなと思うのは2つ目の北の詩人からの手紙という話でね、この三人書房が、店を開いてるわずかな間なんですけど、その時ね、その期間内にある人物が実は、この三人書房にいつもいたんじゃないか、常連で来てたんじゃないかというんですね。でその人物は、まあ、有名な作家なんですけど、実はあの浮世絵の収集家としても収集癖があったことでも、ね、有名で、これ実はこっそり春画なんか集めてたんじゃないかという噂があるんですけど、まあ、春画集めてたのは平井壮太も集めてましたから、まあ、その辺が重なるんですけど、ね、これ宮沢賢治なんですね、はい、宮沢賢治はあの妹が結核肺病なんだけど肺病でなっちゃって、その肺病になった妹をその病院に見舞いに来て引き取るために しばらくいたという、その時期が、三人書房の空いてる時期と重なってるということから、実は宮沢賢治と平井太郎、江戸川乱歩の間に何らかの交流があったのではないかという着想で書かれているのね。でこれがね、面白い話なんですよね。いろいろね、内容を言えないところがあるんですけど、これある、絵の、狩野派だったかなの、偽造あの贋作事件に絡む話をね、平井太郎が推理をするんですけれども、その推理が、宮沢賢治からの手紙によって解けると。だからこれ北の詩人からの手紙ってなってるんですけど、ここにね宮沢賢治を持ってきたのはなぜかっていうのがよくわかるですね、ハマり方をして面白いんですよね。でこの一つ一つの話がね、あの最初に出てきたこの井上さんという人がずっと語りというか視点人物を務めるのかというとそうではなくて、毎回その視点人物が変わりながら話を作っていって、まあ、平井太郎以外のいろんな人が、視点人物になるんですね。あと三人書房というタイトルだから、これ三人書房の継続している2年間の間に起きた事件かというとそうでもなくて、結構割と長いスパンで、あの最後は太平洋戦争の終わった後にも話がいってですね、そこは高村光太郎に絡んだ、あのもう老朽に入った高村光太郎と、すでに作家として名を成した江戸川乱歩が、あることについて、語るという話になってるんですけど、その結構長いスパンの話を、あの語り手を変えながらかあの語っていく。でその中には昭和から、現代に至るその 戦中戦後史のですね、時代の流れみたいなのも、背景にあってね、ちょっと大人の小説ですね、キャラクター小説というよりは昭和の世相史みたいなものが、うまく絡めてあってですね、大変にあの作りが大人で面白いというふうに思いました。やっぱりあの実在の人物をあの使っているので、まあ、キャラクターとしてね、すでに、まあ、江戸川乱歩なんてすでに本人と独立してさ、江戸川乱歩でキャラクターができてるわけだ、わけなんだけど、その江戸川乱歩のキャラクターに寄りかからず、史実をきちんと生かした形で、かつその一つ一つの謎はですね、人間心理に分け入って非常にあの納得性の高い謎解きが描かれるということですね。大人の小説だなと思いました。この方は1952年生まれ。そう、結構ね、割れてるんで、そうです。18回ミステリーズ新人賞受賞時、はい、69歳で、まあ、史上最高です、ね、最高ですね。だからもしかしたらこの先もね、あの賞は賞の名前変わりましたけど、うんうん、もう
もう破られることがないかもしれない、高齢で。だ結構の遅咲きのデビューになるんですけど、まあ、ぜひぜひ大変いい書き手だと思うんですね。うん、柳川さんまた書き続けていただいて、いろいろ読ませてもらいたいなと思いますね。はい、大変素晴らしい短編集でございました。はい、じゃあ私の一冊目もですね、短編集でですね、はいはい、あの、おまじ東京ソネーション、はい、石持治美さん、あなたには殺せませんです。染みの手帳に連載してるやつね。そう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 。うん、これ、石持さんがその東京草原社の染みの手帳に、連載したあの5つの短編をこう収録してるんですね。うん、で、あの石持あさみさん、あのといえば、公文社から出てるザマミ君シリーズね、はいはい、あの結構その、とかあのをはじめとして、うん、なんか特異なキャラクターがこう出てきて、いろいろこうあのロジック、あのロジカルな推理を展開するっていう、うん、あの連作短編集とかね、あのいろいろ出してるんですけど、うん、これもですね、あの連作短編集なんですけど、はい、ここにもですね、なんていうかとてもですね奇妙な、うん、東京登場人物がですね、あの中心に出てきてですね、うん、まあこれがね、あの下地さんってザマミ君シリーズみたいにカチッとしたそのパズラーが、うん、まあ、結構なんかその人間のそのなんかこう奥底に渦巻いてドロッとしたところをですね、あの、うん、もう白石持ち黒石持ちみたいなことも言われてて、あの結構そういうあのちょっとドロッとした作文も、うん、あの書く方だと思うんですけど、これもですねちょっと一筋にはいかないあの連作集なんですね。で、これどういうあの登場あの人物が中心になってるかというと、あるですね NPO 法人がありまして、うん、これがどういう NPO 法人かといいますと、犯罪をこれから犯そうと、うん、あの例えば誰かを殺そうというふうに、うん、あの画策してる人がいると、うん、でもなんかいろいろあってどうしてもちょっと踏み つかなくて、それが実行につけられない、うん、どうしようかっていうふうに、まあ、迷ってる人がいるでしょうと、うん、でそういう人たちを今一度こう、ね、思いとどめて、うん、こう考えなさ直させれば、その犯罪、いわゆるその犯罪者予備軍というのを引き止めて犯罪をなくすことができるんじゃないかと、うん、そういったですね、あのいわゆる犯罪者になりそうな人の駆け込みとして機能する相談を受けるというですね、うん、MP 法人があるんです。なんだそりゃって話なんだけど、うん、で、そこのですね、MP 法人に、こうこれから どうしようかな、あいつやっちゃおうかなって思ってる人たちがこう相談しにやってくるんですけど、うん、そこですね、なんかその NPO 法人の建物に入るとガチャッと開けるとですね、この表紙にあるようなね、メガネをかけてあの普通のこうサラリーマン風のネクタイをした平凡な男が一人ちょこんと座ってるんですね、うん、こうやって机に。で、あのよくおいでくださいましたと。で、今日は 何の相談になってきたんですかって言って、うん、実はちょっとこれこういうことがあって、こういう犯罪計画を考えてるんですけどって相談したすと、それはですね、こういうところにはこういう穴があってですね、うん、これこうしたらこういうふうに やるとこういうのバレちゃうんじゃないんですかみたいなことを語り出すんですよね、うん、要するにあの犯罪者が悩んでその自分が考えてる犯罪計画を話すと、ここのネクタイ締めてやってこの無表情な男がですね、その犯罪者のですね、あの犯罪者予備軍になってる人たちの穴をですね、どん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 ついていくわけなんですよね、うん、っていう、いわゆるそのミステリーの謎解きミステリーの中には登場ミステリーと言われている、うん、あのサブジャンルがあります、はい、これは要するに、あらかじめもあの犯行を行う側の人間があらかじめ最初から出てきて、うん、でその犯行のあらましがあのまず最初に書かれると、まあ、普通のミステリーだったら謎解きミステリーと逆ですよね。犯罪が起こった後にそれは誰がやったのかとかを当てるんですけど、それがあの逆になっているというあの構造 の、うん、あのミステリーのことを言うんですけど、これもあの最初からもう犯罪を行いたいと、これから行うかどうかっていうふうに思ってる人が最初は出てくるんだけれど、うん、それに対してじゃあそのなんかこう犯罪のこの犯罪計画にツッコミを入れるやというキャラクターが出てくるっていうところの変にねじれたところの面白さが面白いですよね。はい、でまあ何ていうのかな、あのさっき言ったその ザマミ君っていうあの石持さんの作品、うん、ザマミ君ってなんでザマミ君っていうかというと、
だからあの月の扉でしたっけ、上陸してから最初がね、そうそう、で、あそこになんかテロリストがあの飛行機、座間味諸島かなんかね、沖縄の空港の飛行機をテロリストが占拠し、あのいきなりこう占拠する、人質を取るんだけど、その中でまあ殺人事件が起きますというところで、そこで探偵役になるのがその座間味君でもなんだけど、たまたまザマビって書いてある T シャツを書いてるから、ザマビくんってその後に警察官本名じゃない、そう本名じゃないっていうね、あのよくわかんないんですよね、うん、あの背景がとかだったり、あるいはあの石森さんの別の作品で薄井優香シリーズっていう、うん、これなんだっけ、扉を閉ざされたのか、なんだっけ、うん、っていう、これもね、あの一体何を考えてるかちょっとよくわからないような、うん、あの女性が出てきて、不穏なこの中でいろんな事件が起こ、あの起きるっていう、あの石森さんって結構そのそこがわからないような、うん、あのキャラクターを描くのが本当にうまくてですね、これもですね、出てくるあの相談員も名前が全然出てこないんですよね、うん、でどういうふうなあの所属してるかも一切わからないんですけれど、それゆえにですね、あの理路整然とボンボンとついてきて、うん、一体、何を考えてるのかわからないっていう、そこ知れぬこう、うん、怖さ と、うん、とあとあのなぜかこの犯罪を犯したいって思ってるのにやってくるとこんな変なやつがいて、うん、なんか相談されるっていうこのおかしみっていう黒い笑いがね、あの生じるところが非常にこ の、 あの連作短編の面白いのかなっていう、うんうん、で僕がですね、面白いなと思ったのはこの2番目に入ってる夫の罪と妻の罪ですね、うん、これあのよくそのあの配偶者を殺したい、うん、人物を主人公にそのサスペンス作品って結構いっぱいあると思うんですけど、うん、これもですね、まあ、ここの相談所にあの夫を殺したいというふうに相談してくる、うん、まあ、主婦がいるんですよ。で、まあ、なんで夫が殺したいと思ってるの、うん、で夫が人を殺す瞬間を目撃したからですって言うのね、うん、でなんでって思うじゃないですか、うん、でよくよくそれを聞いていくと、そもそもこの相談しているその妻の方も、うん、なんかよえそんな理由でその男が人を殺す瞬間に目撃したから殺すのっていう、うん、よく分かんない理屈を振りかざすんですね、うん、でそこにですね、この、 あの得体の知れない相談員がさらにこう飛ばされていることによって、うん、まあこの顔のドロドロした話は一体どこに着地するんだろうかっていうところに、うん、あそういうことが仕掛けられてたというのが最後にカチッとねロジカルにこう出てきて、うん、これもまたですね、ものすごいどす黒い笑いに落とし込むんですね、はい、でこれ帯にですね、厚川辰巳さんとですね、千賀康之さんがこう帯文を取って、うん、厚川さんがこの相談員おかしくて恐ろしい、うん、石持ち浅見は悪意と殺意で今日も僕らを笑います、うん、で千賀さんは殺したい、でも捕まりたくない、そんなジレンマをやる前に徹底検証、こんな登場する読んだことがないっていう、うん、まあその通りなんですよね。いわゆるそういうあのブラックな笑いの部分と、あのロジカルにこう淡々とこう突き詰めていくような部分のところの、あの冷徹さが相まって、うん、その中にその人間 の、 そのドロドロとしたあの悪というか黒い部分の感情がこう噴出するところを、うん、各編とも描いているところがありまして、まあ、久しぶりにですね、あの石森さんのこう連作を読んだんですけれど、うん、まあ、なんていうかあのこの作者らしいすごい底意地の悪いところもあり、うん、ロジカル部分もあり、そういうこの謎解き、まあ、謎解きというかロジカルのね、あの思考の部分も楽しめる連作短編集になっています。これもともとあれですよね、あの短いのが好きでも取り上げてました。そうそうそう、あのちょうど短編のがわーっと始まった時に、ね、うん、市民手帳の一つとして、うん、まあ、今回 の、 あの一つとして取り上げたんですけど、うんうん、あのやっぱり下地さんってあのなんていうのか非人間的なところあるっていうかさ、人間性があのつまり共感を阻むような人間を描くそうそうところが面白くて、うん、それがその長編とかになると、うん、あのさすがにこのよくわかんない非人間的な人はどう長編のキャラクターとしてはどうなのかしらって思う時も何もないわけ、うん、月の扉なんかもそうだったんだけど、うん、そういうところが一番いい形で、うん、あのロジックとその非人間的な部分が、うん、絡んでいてね、うん、やっぱり石森さんが持ち味を生かした名作になってますよね、うんうん、これは、うんうん、で、まあ、読んでいくとやっぱりその登場推理、登場ミステリーってある程度型が多分ものすごい決まってるじゃないですか、うん、あるいは当然謎解きミステリーだと、まあ、あらかじめ犯人が分かっていて、後からその探偵役が出てきてっていうのが、うん、ある意味こう、まあ、カチッとすごいフォーマットが決まってて、あとはそれをどう攻撃な感じでどうアレンジしていくかっていう話だと思うんだけど、うん、これをですね、なんていうか、まあ、登場というよりも、まあまあ、うん、なんていうか、あらかじめこう推理を塞いでいくっていう一つを置くことによって、うん、
この話がどう転がっていくかっていうところの、うん、あの先に不透明なところでも読ませることがすごい面白いんですよね。うん、3話目に入ってるねじれの位置の殺人っていうのが、うん、まさにその典型で、まあ、いわゆるそのあるその大学生がその水難事故で自分が思いを寄せていたそのあの女性をあの失っちゃったんだけど、それのね、あの原因を作ったこの人が多分片割れを、殺したいというふうに考えるっていう、うん、まあ、よくあるその復讐パターンだと思いきやってところで中盤で思わぬね、うん、展開点がコロッと出てきて、うん、これどうなのっていうね、あの結構斜め上の方向から、うん、そんなことすんのっていうのが描かれてて、そういうなんかちょっとハラハラさせる部分もあって、うん、非常にそこも読み込むところだなと思いました、うん、はい、というわけで、私の一冊目は、はい、投票総理さんですね、石持あさみさん、あなたには殺せませんでした。はい、はい、というわけで、その1でございました。はい。